はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋ドットコムの石山です。久しぶりにヤマハの電気ピアノ下取りで入ってきましたね。E-202 という黒いタイプのものです。本物のピアノアクションが入っていて、今のデジタルピアノと違います。本物ですよ。本物のアクション、まあハンマーはちょっと違いますけどね、入っていて、そして、タッチはピアノタッチ、ちょっと軽めですけどね、ピアノタッチです。強弱もきちんとつけられる。そして弦が張ってありますので、調律も必要なピアノなんですね。もう今はもうとっくに製造をやめてデジタルピアノに移行してますが、見た感じはもうまるでピアノですね。大きな音を出せない方ね、電気を切っても弦の音だけは、響板がないだけでね、聞こえるので、大きな音が出せない方はもう常に小さな音で練習したい方はもうこれ最高ですね。はい、こういうもう完全にヤマハのね、黒いピアノです。傷はあんまりないですね。まあ綺麗にね、全部本当ピアノと全く一緒なので、磨いてピカピカにすることができますね。そして、後ろはこんな感じで、まあ、響板がないのでなんかエレクトーンの裏みたいになってますが、これ、ね、本当はね、運勢さんがこれ排気というふうに貼ってるんですが、いやうちは排気しませんって、もうこの電気ピアノは人ったらもう基本的に排気というね、スタイルになってるみたいなんですが、違います、排気しませんよって、これ後で剥がしますけど、手を入れて売ります。ただ電気の部分に関してはもう37年経ってるので、もう保証ありません。だからもし、飛んでも電気の部分がアウトになってももうごめんなさい、そこは保証できません、修理もできませんのでね。だから電気を入れないという前提で、使っていただける方にという条件になりますね。こうやって今線つないでみましたが、はい、こういう状態です。だから上のを開けてもアクションはすぐには見えません。ここのパネル外したらアクション見えるんですが、ここの下にアクションを貼ってこのネジを外すことで調律をね、やる必要はあるということですね。はい、ペダルは2本ですからけども、ここにこういういろんなボタンがあります。そしてスイッチを入れるとちゃんと電源が入ります。いつも動作確認しないんですが、電源がちゃんと入るというねことですね。で、電気を入れない状態でちょっと音をまず聞いてくださいね。どこに置こうかな、大丈夫かな。はい、電気を入れない状態でこんな音です。小さい音でしょう。ちょっとなんか外で工事してるので音聞こえにくいですが、こんな感じね。本当にナイトーンをするぐらいの音量かなぐらいです。でもって間にフェルトを挟めるわけじゃないので音クリアですね。でも本当に生のピアノの音だから、もう常に、まあ、マンションとかでね、常に大きな音が出せないという方はもういいと思います。で、電気入れてみますね。電気入れるとちょっとこれボリューム上げますが、よくある昔の電気線にバリバリっていうね、はい、どうなるかというとこれぐらいの音量にはならず、だから発表会までが前だけは大きな音で弾きたいとか、まあ弦が張ってあるのでめっちゃリアルな音しますよね。まあ優れたピアノですが、本当になんで製造をやめてしまったのかなと思いますね。で、面白いボタンがありまして、トレモロっていうのがあってね、まあ、スピードも変えれるんですが、上げるとこう音を揺らすことはちょっと不自然ですが、で、こう音を華やかにするね、こういうこれはちょっとこっち下こもるんちゃうかな、ね、こういうものとか、これは何かな、これも何か、あ、音が揺れるんですね。
これはトレモロか。スピードのでベースバス音音をちょっとトレモロ切ります。バスを下げると、うん、ちょっと太い音がするんですね。低音ずしんと出したときはバスを上げるとかね、高音をクリアにしたければこれを上げるとか、まあ、そういうレバーがあります。これボリュームですね。だから最大にするとめっちゃ大きい音し、めっちゃ大きい音しますね。まあ、こういうふうに音量も変えれるボタンが今のところ生きております。今のところね。なので、壊れてもごめんなさいということで、まあ、基本的にないと思って小さな音で練習したい方向きです。はい。で一応ね、外装もピッカピカに磨いて、普通の中古ピアノの出荷みたいに中のね部品の調整もしてお掃除して、まあ値段をつけてこれは販売したいと思いますね、思いますが、いや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 、外装はもうこのままでいいわとね、もうこの吹田、大阪吹田の倉庫にあるまま全く手を入れずにですよ、このままです、埃もあります、このままもう届けてちょうだいという場合はもうめっちゃ安く、お譲りしますし、まあ、京都の倉庫に一回運んで全部、ピカピカに綺麗に手を入れて、買うパターンとね、両方ちょっと値段を出しますのでお客さんが決めてください。京都に運ぶ運賃もね、まあまあ業者料金ですがかかったりとかして値段はちょっと高くなりますが、もうこのままで汚れてますよ、汚れてますよ。ここに整備に来れないのでね、このままで良ければもう超格安でお譲りすることもできるという、もう2つのパターンで値段を出したいと思いますので、ご希望の方お知らせください。めったに出ないのでね、電気ピアノも今もう数が少なくなって市場にだいぶね廃棄されてなくなってきてるので、ご希望の方は早めにお知らせくださいね。まあピアノ .com はこういう売り方してるので、もうよその楽器屋さんではやらないようなことをねやってるので、まあそれも一つの特徴としてね、見ていただけたらと思います。ヤマハの E502 という電気ピアノのご紹介でした。それではさよなら。